いや、それこそ、たまたまね、車の、店の営業車を止めとるところの隣ってずっと空いとったったね、しばらくね、ここ。たら、ナンバープレートが鳴らしなかったじゃん。借りちゃったのか、それとも空いとっていうのを目立つく、鍵つけて、なんかこう、前、まず近所の人が勝手に止めとっちゃうのかなと思ったの。たら、そうじゃなくて、新しく引っ越してきたら、ちょっと。だっけ？そうそうそう、いや、カフェだ、関東から鳴らしなよ。千葉、千葉。いや、でも、福岡って福岡支店とか福岡支社とかさ、結構あって、転勤で一時的にここに来るっていうのって、うん、あるよ。で、それこそ、私の、小学校の時の一番仲良しの子も途中で、また関西の方に戻ってきていたんやけど、彼女とかも、そういう転勤族の子やったね。こっちに親戚とかがおらんかったらさ、関東からこっちに転勤とかだったら、って思う人が多いらしいんだけど。いや、でも自分が子供だったら嫌。関東やろ。なんか田舎に行くって感じ。そう。なんで。どうね。あれがこれなもらってやろ。そう。すれば都よ。どこで住んでる。っていうか私ね、時間ができてね、一人で旅行に行ったときに、あ、一人ってこんなにつまらんもんだよねと思った。だけ私やっぱりこう心が通う人と一緒におるっていうのがどんなに幸せなのかっていうのを感じるね。でもどこに住むかじゃなくて誰と住むかとか誰と過ごすかとかいうのが結構大事かなと思うね。意外と場所で参っちゃうね。というのはそのふうに思うのは、だけどそうね。だから私若い時にそうね、もし自分が自由で動けるなったら、どこに行ってみたいかとか。昔エジプトに行きたいと思ったね。自分行きたいって。なんでエジプトに行きたいの？最後の女王の、クレオパトラの、何町でしたか？ちょっとあったね。エジプト好きって言ったやん。は？何町でしたか？私に歴史を聞いたら間違いやろ。もう話が長くなってよ。壮大なトラマが今から30分続く。大丈夫？クレオパトラのだけ、最後、何町よ、だけ。何町？アレクサンダー大王からの末裔って言われよったら。クレオパトラは何朝の最後の女王でしょうか？新王朝か。いきなり中国に行くのやめてよ。じゃあ、頭だけ言うよ。プーよ。歴史部、世界史分かんとするみんなイライラしてるじゃん、今聞きながら。あんた好きって言ってや、今。プって言うよ。じゃあ分かった、まさくもう一番最後はつ。近づいてくる。ひとり前押しです。そうです。じゃあその331年。それも BC です。AC じゃなくて BC。BC331年。ね。
何回戦で破れるでしょう。クレオパトラとアントニウスの連合軍が、何回戦で、大敗するでしょう。あ、あ、あった。アクティブ回戦やわ。アクチウムって書くともあるけど、アクティブ回戦。なんで負けたと？なんで負けたと？ファインはないですか？あ、今な。途中で逃げたから。ああ、いや、今、そう、最初が途中で、なんか逃げたっていうのは、もう、おひえはひでした。ね、なんか、だけどね、歴史を勉強するときで、なぜ負けたのかっていうのとかは検証したらいいよ。うん。そしたら役に立つけ。うん。